八代市。八代市は、熊本県に存在する、田園工業都市。江戸時代以来の干拓によって広がった平野部では、農業が盛ん。畳表の原料となる、イグサの生産は、日本一で、国産の、約8割を占める。ただし、近年は、安い中国産に押され、作付け面積が最盛期の3分の1と、急激に、減少している。また、 国内最大の柑橘類、バンジロユズ、バンペイユも特産品で、日本一の生産量を誇る。最近は、トマトの一大産地としても知られる。明治時代になり八代港が、近代的な港湾として整備され、1890年、明治23年に、九州第一号のセメント工場ができたのを皮切りに、以後製紙工場、九州製紙（現日本製紙）。 日草人権パルプ、原工人、昭和酒造、玄メルシャンと相次いで進出し、工業都市へと発展した八代臨海工業地域。戦中、戦後を通して、田園地帯や海岸埋め立て地に新しい工場が立ち並び、イグサの生産も伸びて繁栄。当時、商店街、観楽街やひなぐ温泉の賑わいは熊本一だったという。しかし、近年は、 中心部の大型店の撤退や、郊外の大型ショッピングセンターの進出などで、中心市街地の活性化が課題になっている。毎年11月に行われる、八代神社の妙見祭は、長崎くんち、博多祇園山笠と並ぶ九州三大祭り。三越、獅子舞、新芽、花馬、笠鉾、亀蛇、亀などが居並ぶ行列は1キロメートルに及ぶ。 秋には、毎年数十万人の観光客が集まる、八代全国花火競技大会が行われる。八代平野の南端にある、ひなぐ温泉は、合計十六の泉源が集中しており、輸出量は、毎時百四十トン、ほとんどの旅館が駆け流しである。江戸時代に、熊本藩の繁栄温泉場として栄えた。のんびりとした風情で、薩摩街道筋を中心に、 明治、大正、昭和の町の区割りがそのまま残っている。ひなぐの名村として、細川市のご用々だった高田焼や竹細工、ちくわが知られる。西部は、知らぬ控え、八代海に面した平野部で、その大半は、江戸時代以降数字にわたる干拓によって広がったものである。東部から南部にかけては、九州山地の深い山間部で、合併によって、 地域は平家落ちるどの里として知られる、五河層まで及び、宮崎県と境を接する。日後国史には、八代の地名の由来は、八代で、天照公王神の三両が、上古にこの地にあったので、八代と言われるようになったと記されており、九州王朝説では山和姫命が定めた、伊勢神宮のあった、伊勢の有力候補地とされる。三省九州王朝伊勢神宮。 慶光天皇十八年、八十八年が九州を巡行した折、休息されたとされる、足北の小島は、八代市の熊川川口にある水島である。六世紀には、九だらに仕えにいた地律と極めて高い官位を与えられた後に朝廷に招かれた、日良大師の父ありかく、等を輩出した。天皇十七年、六百九年には、 九だの道、金目組は当たるや総十一人と俗人七十五人が、足北の津、八代に入港した。古来より八代は、博多、坊の津と並ぶ九州の対外貿易港で、未完が中国南部より伝来した地であるとされる。平安時代末期には、日ソ貿易を重視した平野清盛の所領であり、鎌倉時代になると、執権北条氏の所領となった。 室町時代はじめの1334年に、県務の新政児の功績により法規国で、海運業を営んでいた、縄長都市の子、縄義孝が、八代総寺当職を賜り、古六条と城下町を築いた。縄氏は、隣の熊郡の領主、相良氏と室町時代を通じて、たびたび争ったが、1504年、相良氏が、縄氏を追い、八代に進出。 相良氏は本拠を古六に移し、徳府秩、徳の府秩が中国との貿易港として大いに栄えた。しかし、1582年には、相良氏は南の薩摩、大隅から勢力を伸ばしてきた島津市に服属し、八代から退いた。その後の1587年には、島津市も豊臣秀吉の天下統一の過程で行われた。 九州征伐で八代を追われた。当時の八代の人口は五万を数え、肥後国の中で最も栄えていると記録されており、秀吉は熊本城や古六城など肥後を笹成政に与えたが、徳の不実は豊臣家の直轄領と四番大将として寺西次郎介が入った。肥後国人一記で笹成政が滅亡した後、肥後国南部の領主となった小西行長は、 古六条を廃城とし新たに八大支配の拠点として1588年に麦島城を築いた。関ヶ原の戦いの後、熊本城主、加藤清正が、日後一国の領主となり、1612年、城代として加藤正方が麦島城に入った。1615年に一国一条令が出されたが、麦島城は一国一条令の例外として残り、 日後国は熊本城と麦島城の一国二条体制となった。1619年、麦島城は大地震によって崩壊したが、幕府の許可により松江城、八代城が新たに築かれた。追記当時は南北811メートル、東西1477メートルの大規模な城で、現在は本丸の石垣と堀が残っている。 幕府が一国一条例の例外として、築城を認めたのは、島津市に対する備えのためと言われる。1632年、加藤市の改役により、細川忠都氏が日後の領主となると、その父、細川忠沖、三歳が、隠居所として、松江城に入城。1645年に三歳が亡くなると、筆頭家老の松吉長が入城した。以後幕末まで、 松井家三万国の城下町として栄えた。1688年に城主松井直行が築いた御茶屋、商品券が今に残り国の名称に指定されている。花勝負など四季折々の花が美しい庭園を備え、園内の松井文庫の資料館には松井家の花宝が展示されている。1821年には 江戸時代の肥後国最大の干拓事業である700町、新地、鏡井町の干拓が行われ、米2400国、塩全6 0 0国の増収となった。2005年の農業産出額は302億円。主な農産物は、米、イグサ、トマト、メロン、キャベツなど。2005年の製造品出荷額は2、103億円。うち、パルプ、 紙は531億円で最も多い。2002年の年間商品販売額はに、762億円。任期4年。院は在職中死去2005年8月1日の、新紙発足に伴う八代市長選挙。本庁、市長。太字の小学校は、標準服がある。詳細については、八代市の地名を参照のこと。 郵便局間郵便局2004年3月13日、JR 九州の営業をする九州新幹線の部分開業により、新八代駅鹿児島中央駅間を運転開始した。しかし、新八代駅とその周辺は遺跡の中に立地しているために、周辺の整備は遅れてて、2004年3月4日の八代市による5カ年計画では、 周辺道路と公園の整備のみと頼りなく、現状では民間企業の参入に委ねている状態で、1日も早い本格的な周辺整備が望まれている。2011年3月11日に博多駅から東駅まで開通し、九州新幹線は全通した。最寄りの空港は熊本空港。市の代表となる駅、新八代駅、八代駅。 実業開始宗教家、グルメ、イベント情報のほか、番組情報を掲載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。